そうじゃないと思うんですよ。それはもうやっぱり後から子供が生まれて追いついてくる考えですよ。それでうまくいって今お金がある余裕があるから結果論、そう結果それでいいって思ってるからそれを勧めてるとこはある。全然仕事なくちょっと厳しくっても人間性がちゃんとしたからやっぱり人間性ちゃんとした人の方がいいよって言ってるだろうし、ただお金はあった方がいいっていうのはすごくわかる。なんか稼ぐことの大変さとかさ、日々仕事をすることの大変さが身に染みてわかるから、お父さんとかすげえなって思う。ちょっと一旦ホテルに荷物を置きたいと思います。はい、行きましょう。そう、見てるんだけど地図があんまりわかんない。あ、でもね、ちょっとこっちっぽいわ。こっちっぽい、任せろ。こっちっぽいわ。じゃあ、そこを渡ってってありますか？色はすごい軽いです。ベッドスタッフすごいですねってコメントも。すごいやっぱり柔らかくって着心地もいいのと、なんかこの上からまだ寒かったりするのでシステムがあって、こちらのベストのニットなんですけど、こちらもちょっとこう淡いブルーの色味でだったと思います。はい、はい、ということです。オンラインストアでもお買い求めいただけます。はい、前すごい可愛いです。すごい可愛くって、今日これをオープンしていたので。終わりました。今インスタライブお疲れ様でした。たくさん見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。今からホテルに帰ります。でもたくさん声をかけていただいて、あの嬉しかったですね。嬉しかったです。こうやってちょっと県外というか違う土地に出張に行けるっていうのもプレスのいいところですね、うんうん、お客さんがね、イエナの服で全身トータルコーデをしている方がいっぱいいて、すごいなんか、あ、伝わってるって思って嬉しかったです。でもいつも見てますとか、やっぱりこう自分が作った特集とかもすごい素敵でしたって言われると、あ、この仕事しててよかったなっていうのはすごいやっぱり感じる一瞬だなっていう、なんか唯一のやりがいと言ってもいいぐらい心がほっとする。ほぐされますね、うん、明日も頑張りましょう。英傑がいるんだね。おはようございます。2日目です。今日ついにグランドオープンなので、たくさんお客様とお話できたらと思います。いい天気ですね。いい天気ですね。眩しい。寝れたんですけど、なんかちょっと2時前ぐらいまで寝れなかったです。ベッドでゴロゴロしてました。あらま。お疲れ様。お疲れ様です。明日も頑張ろう。あ、合わない。はい、
今ですね、ホテルに帰ってきました。明日も朝早いので、もうね、早くシャワーを浴びて睡眠をとった方がいいかと思うんですけど、せっかくね出張に来ているので、なんか出張でしか撮れないちょっと動画みたいなのを撮りたいと思います。そうですね、長谷川さん、パジャマパーティーしましょう。はい、いいよ。パジャマ持ってきてないんだけど、どうしよう。ドンキか、いいかか。じゃあ今からドンキ行きましょうか。で、長谷川さん、キャリーケースの中身取りたいなって思って、取りましょう。キャリーケースの中身 YouTube っぽいね。長谷川さんは、私は2泊3日なんですけど、長谷川さんの出張は3泊4日、3泊3日なので、ちょっと私よりも荷物が多めですね。じゃあまずキャリーケースから。はい、キャリーケースどこで買いましたか。キャリーケース、これね、リモアって言いたいんだけど、はい、これは無印のキャリーケースなの。あ、でも無印のキャリーケースすごいいいって聞きますよね。なんかね、軽い。あとは作りがシンプルだから、物は入れやすい。はいはいはい、です。なるほど。はい、キャリーケースの中身3泊3日編行きたいと思います。今日さ、2日目じゃん。はい、昨日一回開けてて、今ちょっと一瞬で少しだけ入れ直した。はい、けどあんま綺麗じゃないけど、こんな感じ。左側の方からオペラのバレエシューズと、この足袋を持ってきたので、これが入ってました。これは私ね、一個一個袋に入れてます。あんま生でキャリーケースに入れなくて、うんうんうん、なんかここが汚れると掃除が大変だから、下が汚れると。はいはい、だからね、一個一個こういうなんてことない袋に入れてます。で、これは PC を持ってきてるので。あー、ガジェット系ですね。はい、とあとスマホのが入ってる袋。続きまして、こちらの袋はですね、なんか1個100円で買えたの。安っ。で、お母さんがこれ実家で使ってるから、名古屋の帰りに一瞬静岡に寄るから、お母さんのプレゼントが入ってる袋でした。ちょっとこれは中身は見せれないんですけど、はい、これ下着とか靴下とか、うんうんうん、インナー系が入ってます、一式。はい、すごい便利そうな大きい袋。そう、これね、ストールピエール・ルイ・マシャの、はい、買った時についてくる袋で、これここがこうなってて、あー、いいですね。これ入れると中も出なくて、お洋服入れるのにすごく重宝してます。これがヘア系、髪の毛系ですね。オイルと、オイルとバーム。はい、昨日プレオープンだったので、はい、そこで買ったローのオリジナルのヘアクリップです、うんうんうん、2色展開で2色買いしました。クリアで可愛い。可愛いですよね。もうニベア、これは絶対持ち歩いてます。安定のニベアですね。安定のニベアです。乾燥した時とかなんだかんだニベア塗ってます。はいはい。これもね、無印なの。化粧品入れ、うんうんうん、で、家ではこれは使ってなくて、なんか旅行するときとかお出かけするときだけ使ってるものです。ちょっと綺麗じゃないからあんまりあれなんだけど、これ、ここはコンタクトです、うんうん、ちょっとコスメ系はまあこういう感じ。はい、いつものセットの最低限のものが入ってます。少ないですね。あ、少ないです。私化粧、あ、でも
コンシーラーを2種類と、うん、ディオールとイプサで、ファンデーションも使わないのでこれとこれで下地、はい、これとこれでファンデーション代わりのコンシーラー、うんうんうん、今マスクなのでパウダーでスックのアイシャドウ、うんうん、ウズのアイライナー、ケイトの眉毛マスカラぐらいです。ここは以上です。ではこちら側、こちら側に移ります。こっちはここがジップで開くタイプ、こっちはこれはねあんま使わないんだけど超小型のヘアアイロン、うーん、私癖っ気で基本そのままなんですけど、はい、なんかいつもと違うシャンプーとか水とかだとすごいなんかクルックルになる時があって、はいはい、ちょっと怖くて持ち歩いてる。こちらはオリバーのメガネですね。おしゃれメガネですね。じゃあちょっとかけてもらいましょう。こんな感じだよ、はい、メガネ。こっち側がマスク、こっちは寝るときに乾燥しすぎてたらするよ。こっちは普段つけるよって感じで持ってきました。個包装のタイプですね。個包装のタイプを持ってきました。あとは夜化粧水も するんですけどパックの方が楽なのでっていう理由でパック持ってきました。ファミュのパックです。ファミュのパックいいですよね。すごい朝起きたときにもちもちになる感じが、うん、いいです。私はこっちのハリエイジングっていうこっちの方が気に入ってます。こっちの方がちょっとさっぱりしているタイプでベタつかないです。ちょっと今回の出張は忙しいのとあとイエナから新しいコスメセレクトブランドがデビューしたんですけど、ローファーイエナっていう、うん、そのローンチもあってちょっとバタバタしてたので、いつもはこういう化粧水基礎化粧品はフルでは持ってこないんですけど、ちょっと3泊もするってことでフルで持ってきました。シンピュリテのものです。でこれは空間にシュッてしてまずは癒されるみたいなものになってるんですけど、お化粧する前にシュッてしてから香りを楽しんでから化粧するっていう、あとお部屋もいい匂いにしたいのでホテルの部屋、はいはい、これを持ってきたのと、あと化粧水、化粧水の前にするブースターですね、うん、のオイル、これとこのセットすごいおすすめ、香りも強くないから男性の方もきっといいと思います。あと美容液です。ここ開けるとちょっともう着ちゃってるのもあるので一部入ってなくてスカスカなんですけど、お洋服です。あとタオル、うんうん、ハンドタオル替えのやつと、これ昨日履いてたパンツと、うんうん、これも昨日着てた下着類が入ってて、これ明日着る服っていう感じ。至ってシンプルです。はい、すごいシンプルだけどこだわりは感じるキャリーケースの中身でございました感じますかね。多分荷物は少ない方です。私無茶ぶりのキャリーケースの中身ありがとうございました。今日もちょっとライブ終わりだから。そうですよね。今何時だ。今何時でしょう。12時前ぐらいかな、ぐらいですかね。明日はグッシーがライブだから。そうです、朝からもう寝ないと。てか、グッシーは撮ったの。スローブの YouTube だから。撮ろう。私、行こう。パーソナルスペースとか結構大事にしてる。大丈夫。行くよ。半強制的にグッシーの部屋に突入しました。私は、すごい荷物、でも、2泊3日なので、瀬川さんよりも全然少ないんですけど、ちょっとすいません、もう2人ともあの声ガッサガサなんでちょっと許してください。そのキャリーケースはどこのですか。これはですね、もう
使って5年以上経ちますね。あの岡山のホームセンター難波というところでですね、これ地元民ならわかると思いますが、あのホームセンター難波で購入したキャリーケースです。あー、プン。おー、こっちからいきますね。はい、私もですね、長谷川さんと一緒で結構こういうポーチに全部小分けで入れてくタイプです。こんな感じで分けて入れてます。なんかお家にすごい何個もこういう大きいのはストックしてるんですけど、この中にはあの着ていくお洋服を入れてます。いろいろ最近買ったこのスローブのカットソーだったりとか、アモーメントのビスチェだったりとか、このピンクのポーチは下着とか入れてます。この中に、うんうん、なんかちょっと下着って分かるようにピンクでで、もう一つのこのポーチの中には、うん、あの靴下とか、最近お気に入りなのはこのババコの薄い透け感のある靴下なんですけど、かわいい、こういう靴下をたくさん入れてます。このコスメキッチンのポーチの中はじゃん、さっき私のターンでも出てきたね。そうです、このやっぱり旅行の時とかってなんか疲れをすごい感じやすかったりとか、いつもと違う環境にいるとすごいお肌が荒れたりとかするので、それが気になるので私もパックを入れてます。あと私もこれ欠かせないんですけど、蒸気でホットアイマスク、もう絶対旅行とかその出張の時とかは買って何枚もいっぱいあるね、ポーチに。あ、これ長谷川さんあげますよ。わーい、私の一番好きなこの森林浴の香りです。そんな感じ。あ、全然そんな感じじゃなかった。で、私もサロニアのコテ、これやっぱ軽くていいんですよね。ちょっと持っていくのにすごい薄くて便利だから、これをもうこのまま隅っこに置いて持っていってます。こっちはこんな感じです。で、ここいっぱい入ってるね。ここはまず私ホテルの歯磨き粉があんまスッキリしないから苦手で、かる、家からこのクリアクリーンとかをいつも使ってる歯磨き粉を持ってきます。あとは香水、いつも使ってる香水も持っていきます。この辺は、あの着替えたその下着とか服とかこう入れておけるポーチです。はい、もうこの中に入れとけばこのまま洗濯、中身を洗濯ができるので、これはいつも持っていってます。で、これは何かあった時のためにこのビニール袋はい、こっち側もう本当にシンプルです。なんか謎に社員証が入ってますね。こっちにマスクを入れてます、うん、このヘーゼルナッツっていうこの色がすごい血色がよく見えて気に入ってます、うん、で、なんか液漏れが怖いので私結構こういうのはもう袋に入れちゃうんですけど、2つ持ってきました。こっちがお風呂から上がった後にすぐつけるようで、こっちは寝る前につけるようです。これは、うん、なんか、もう付録とかだったと思います、うん。これもずっと使ってるんですけど、なんか使いやすくてもうこれにいつも入れてて、うん、これはですね、あの私、ホテルとかのシャンプーとかリンスが結構髪ブリーチしてるのもあってキシキシになっちゃうので、うん、結構こういうの薬局とかで売ってる、うんうん、あのお試し用のタイプのものとかをストックしたりとか買ったりとかしてるので、出張の時はあんまりお風呂のシャンプーリンスは使わずにこっちを使ってます。
メイク落としはもうこのタイプで、もう2泊とか3泊とかだったらこういうタイプを使います。はい、すごいこういう試供品もらうじゃないですか。うん、こういうのストックしてるので、出張の時とかは荷物にならないのでこの辺りを使います。化粧水はそのまま持ってきてて、イソップのパセリフェイシャルトナー、これもう本当にお肌の調子がよくって、すごいあの軽いつけ心地で、匂いも好きだし、1年半くらい前から結構ずっと使ってます。クリームも同じくイソップです。こんな感じで、このポーチにはまあお風呂とかで使うものとかをガサガサっともう入れてきちゃいます。はい、で最後はブーツです。2泊3日ぐらいだったら私はもう靴2足とかで持ってきました。はい、はい、これを持ってきてます。以上ですかね。以上ですね。はい、割と小分けと、うん、必要最低限のこう何かあった時のためにいろいろ入れているところと、うんうん、至ってシンプルなキャリーケースの中身です。ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。今の感じで紹介して、 MA1 はあんまり触れずに、うんうんうん、はい、じゃあここで紹介して、でちょっとチューリップ柄、個人的にこの鏡に貼られたお花のステッカーが好きです。ぜひ皆さんここで写真撮ってください。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。2泊3日の名古屋出張が終わりました。まあなんとなく出張の感じが伝わったかなと思います。はい、たくさんお客様に来ていただけてすごい嬉しかったです。うん、あと名古屋のお店、うん、本当に可愛いので、うん、ね、可愛かったですね。やっぱり普段東京にいるので名古屋のお客様とたくさんお話できて本当に本当に元気をもらいました。はい、編集チェックをしていきたいと思います。はい、最近すごい着回し、はい、着倒してる、はい、カーディガン、トップス風のカーディガン、うんうん、着て今日買ったあのデボーションツインズのスカートです。かわいい、これかわいいですよね。大胆なスリットも、そうなんですよ、足がちらり、すごいセクシー。あらやわ、でもなんか普通にしてるとわかんないんですけど、うんうん、歩いた時とかにちょっとキラッと、かわいいですね。かわいい、はい、今日はこんな感じでした。じゃあこのままあゆみもやっちゃおう。今日はロスコ、人気のロスコのブルゾンに人気のチノタックのピンク、これあの素材替えで再入荷になるパンツにエスパ履いてます。かわいいです。はい、じゃあこの動画が参考になりましたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。名古屋すごいいいところでした。レイクルーズストアもたくさん楽しめると思うので、ぜひぜひ皆さん来てください。お待ちしております。お待ちしております。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。